マサとケイコの音楽日和。マサさん第3回目ですよね。はい、もう季節は、本当ですね。まあね、4月8月とこう ね暑い時期が続いてきましたけれども、ね、9月になって若干ちょっと秋っぽくなってくるのかな。だって虫の鳴き声もね、秋らしくなってきてますね。ね、そろそろね、まあ、そんなことで、あの、皆さん夏バテしてませんか？大丈夫ですか？私夏バテしてます、ね。夏バテ、ね、されてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけれど、私商売柄、お味噌を扱っておりまして、味噌汁飲んで皆さん夏バテしないようにしていただきたいと思います。予防効果があるんですよね、はい、と言われております。ということで、恵子ちゃんは 何が好きですか、食べ物は？私は日本食も好きですし、だからお味噌汁大好きですよ。やっぱり祖母のね、祖母からのおばちゃん子だったんで、はい、日本人は日本食がいいなっていうふうにね。そうです、まあ、年齢的に今そういうふうに思うのかなって最近そうですね、思うんですけれどもね、うん、そうですね、そう言われてみれば痛い。ね、ということで、今日ね、初めてお聞きになる方もいらっしゃると思うので、はい、我々2人の、簡単な自己紹介をしたいと思います。はい、私からでよろしいでしょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、マサ&ケイコのマサこと、私酒井正俊と申します。本業はですね、東京都豊島区南大塚で味噌の卸問屋をしておりまして、3代目のね、はい、若旦那ですよね。若旦那、バカ旦那なんて言われてもいいんですけど、まあそれはこっち置いといて、ね、味噌の専門の卸問屋をしておりまして、うん、あの、日本中から、ね、あの、美味しいお味噌を仕入れて、うん、小売店さんに卸させていただくという仕事をなりわいとしております。で、なぜか、そんな私がですね、歌好き、演歌好きが高じまして、プロの、ね、ね、演歌歌手に、本当にプロの演歌歌手に、数年前になってしまいまして、うん、CD も出しております。うん、ちなみに、あの、ご当地ソングね、大塚物語という歌で、はい、デビューさせていただきまして、今では CD も出ておりますし、カラオケにも入っておりますので、皆さんよかったら大塚物語で探していただいて、はい、歌っていただければな。あれですね、こちらの番組としては YouTube でも聴けることはできるんですか？はい、そうですね、はい、あの、 YouTube で、大塚物語で探していただくと、うん、私が歌ってるところがちょいちょい出てくると思いますので、はい、まあ、皆さん、あの、冷やかし程度で面白おかしく見ていただければと思いますので、ぜひぜひご覧になっていただけたらなと、はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、あの、私 の、 あの、まあ、アシスタントを務めていただきます、井津谷恵子さんなんですが、彼女はあの、ね、プロのピアニストということで、活躍されておりますので、その先は本人からそうですか、していただきたいと思います。もういつも同じような紹介になってしまっちゃうかもしれないんですけど、まあ、でも小さい頃からピアノが大好きで、はいはい、ずっとして、まあ、10年やっておりますが、うん、はい、今はもう一応大塚のこちらの、ね、マサさんと同じプロダクション所属ということで、はい、いろんな音楽ジャンルを問わず、はい、ピアノで奏でられるものは、はい、全てこう演奏して皆様に伝えたいなという思う。基本的に多分楽譜があれば何でも大体弾けますもんね。はい、もう、まあ、歌謡曲も、ね、はい、もう本当ですよ、ね、あの、大好きなんで、ね、そのうち、あの、ちゃんと、あの、恵子ちゃんの、ピアノで私も歌が歌えたらな、なんて思ってますので、ぜひぜひ、あの、アコースティックのこう、はい、ね、なんともこの番組でも、ね、ね、一度 ね、 できればいいな、ね、なんて思ってますので、はい、またその時は皆さんを楽しみにしていてください。はい、よろしくお願いします。それではマサさん、今月の1曲目は何でしょうか？そうですね、私の歌ってる、あの、大塚物語のいわゆる B 面カップリング曲に千里坂という曲があるんですけれども、はい、これはあの、大塚物語と違って、デュエットではなく、はい、私が一人で、歌う男らしい歌なんですよね。はい、で、あの、実はこれ、あの、東日本大震災があった翌年に、はい、あの、南三陸町へちょっとお邪魔しまして、はい、皆さんの前で、
歌う機会があったんですけれども、はい、お年寄りの方々にものすごく感銘をされまして、この歌詞がですね、はい、要はその千里の道をもう 俺は負けないで進むぞという感じの、実は歌詞の内容になってるので、はい、その辺がちょうど被災された方々に胸にちょっとグッとくるようなものがあったのかなというところを感じたんですけれどもね。ものすごく力強い歌、はい、そうですね、というか男らしくこう千里を歩き続けるというか、はい、その千里って遠いんですよね、うん、ご存知の通り一里が約4キロなんで、はい、4000キロというとですね、東京から鹿児島へ行ってまた東京に帰ってきて、はい、さらに大阪ぐらいまで行けちゃうぐらいっていうとイメージ湧きます？すごい距離です ね。まあ昔はでも母を訪ねて三千里なんていうね、で一里がちょっとマサさん教えてほしいんですけど、うん、はい、一里は 4キロ、うん、そうそう4キロね、約4キロ。それでも私は大変ですがなかなか、いや本当だよね、4キロ歩けって言ってもなかなかね、はい、大変ですからね。まあそんな、例えですよね、例えということでね、っていうかもうすごく歩いて歩いて行って何かを、はい、そうですね、はい、掴むというか、そうです、そういう意味合いの歌になってると思います、はい、で実は大塚の天宗神社という神社がありまして、はい、お祭りで、はい、有名ですね。大塚物語の歌にも出てくるんですけど、はい、その天宗神社の前にゆっくりこう傾斜のある坂道になってるんですよ、前が、はい、で一応宮司さんにこの前の坂道を千里坂っていう名前にしてもいいですかっていうふうに聞いたらですね、はい、どうぞどうぞって言われたんで、はい、私たち地元の間では勝手にここをそこを千里坂というふうに呼んでるんですけれども、はい、どうですかね。っていうことは歌を作られた後にその名前がついた坂があると。そうなんです、これは逆バージョンです。逆バージョンですね、すごいですね。そう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 、まあ、そういうまあ 歌ができた思いを、まあ、その大塚の名前にしちゃおうかという、ね、なるほど、まあ、そんな感じで、私がちょっとガツンとこう歌わせていただいている歌なので、はい、せっかくですので皆さん聴いていただきたいと思います。はい、ぜひ聴いてください、はい、それでは千里坂。
あなたならどの資格を目指す？大きくなったら忘れてしまうと思うんです。でも先生に愛されていたんだっていう思いはずっと残っていくんだと思うんです。この手一つで人を幸せにできるっていう仕事なかなか他にはないと思うんです。お客様がどんどん笑顔になっていくので、それをまた見たいと思うから続けてます。誰かを幸せにしたいから、ブラッシュアップ学び。マサとケイコの今月の格言。リーダーは常に謙虚でなければならない。謙虚なリーダーだけが協調性のある集団を築き、その集団を調和の取れた永続する成功に導くことができる。稲森和夫。それでは、今月も引き続き、株式会社山野楽器の山野社長にお越しいただいております。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先月、いろいろお話を聞かせていただいて、大変、面白くお話を、ね、していただいて、いっぱい魅力あるお話でした。はい、で特にね、やっぱりそのね、大人の、そうです、ね、大人のね、音楽教室っていうのはね、すごくちょっとね、心に、ね、響いて、ね、響いてますよね。そうそう、先月もちょっと言ったと思うんですけど、ね、せっかくなんで通ってみようかなっていう、ね、思いますので、山野社長ぜひその時はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今月はですね、4代目、となられてですね、ある程度こう順調にいったこと、例えば苦労したこと、なんかいろいろとこう終わりになると思うんですけれども、うん、特にどっちがいい、苦労した話、苦労、そうかな、そうです、ね、成功があるからこそ今の4代目が続いてるんだね、そう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 、とは思うんだけど、あえて、あえて苦労したことはないのかな、例えばその失敗したこととかないのかなっていうお話をちょっとこうしていただければなと思うんですけど、無茶ぶりで申し訳ないんですけど、お願いします。というかさ、いや、今酒井が同級生だなと思いました。いやこっちの話でね、すみません、苦労した失敗した話、はい、よく失敗した経験はありませんかとか、失敗は何ですかとかね、うん、はい、聞かれることがあるんですけど、でも基本的には失敗っていうことは、仕事ですけどね、ないですよっていう話をいろんなところでしてるんですね。それは どうしてですか。だから物は言いようだし、物は考えようだし、よくうちの社員にも話をするんですけど、はい、昔ね、はい、皆さんがよく、ね、ご存知のエジソン、はい、爪をエジソンがですね、実験をやって、で実験を失敗してしまったと、はい、要するにうまくいかなかった、はい、その時に助手が、うん、先生また失敗しましたねっていう話をした時に、うん、はい、いやエジソンは、うん、いや君違うんだよと、君これは成功なんだと、うん、こういうふうにやったらうまくいかないっていうことが分かったんだから、はい、この実験は成功なんだと、あ、なるほど、そう言いましたと、うん、だからこれも考えようですよね、うんうん、だからもし失敗をして、その失敗をそのまま何にも活かせずただほったらかしにしたとすれば、それはただのマイナスで終わってしまうけど、でもそれを自分の知恵として生かすことができれば、うん、ね、失敗で終わることなく、それが知恵になって生かされるわけですから、うん、それはプラスであると、はい、だからすなわち失敗じゃないんだと、なるほど、そういうふうに前向きに考えてもいいよって話をしてるんですね、うん、だから多分その具体的に
まあ、こんなことがあったっていうことを言ったとすれば、うん、まああったんでしょうけど、でも自分がそれを失敗として捉えてないので、うん、はい、今逆に聞かれてもあんまり出てこないです、はい、なるほど、山の楽器の辞書に失敗はないということ、ね、失敗はないのですね、なるほどね。でもまあ確かにそのね、考え方一つでね、あのやっぱりほら、うん、マイナスのことばっかり考えてると、やっぱりマイナスにずっとこうなんかこう暗いところへこうなんか自分の気持ちもね落ちていっちゃったりする部分もあったりするんで、うん、ある程度そうやって前向きにこう考えていく、うん、まあ、うん、例えばね、それは完全にほら逆転ね、発想の逆転をすることによって失敗を成功というふうに捉えるというね、うん、おそらく考え方なんで、はい、おそらく、まあ、それってすごい確かにあの経営上、うん、すごくこう大事なことだと思いますし、うん、それをあのね、あのご自分のこう社員の方々にもこうちゃんとこう、うん、共有させることができるというところがですね、すごいですよね、素晴らしいと思いますね。なんかもう中にはやっぱりそういうことを言っていても、やっぱり結果論というか、うん、成功って言ってやっぱり、まあ会社としては利益を上げるという意味、そういうふうに見るとそれはやっぱり失敗に、今回は失敗だっていうふうに判断するというか、うんうん、はい、そういうこともあると思うんですけど、例えばほらね、まあ、下世話な話だけど、やはり私もほら一応経営者の端くれとして、ね、あのあれですけども、あのどうしてもほら会社のね売り上げがこう上がらなかったり利益が上がらないっていうと、どうしてもこう、後ろ指刺されるじゃないけど、いろんな人にね言われたり、例えば銀行にねつつかれてみたりあ、いたたたたそういうところもね、若干はあるんじゃないかなと思うんだけどね、在庫が多いとかねそうそうそう、うちなんか在庫取りすぎたとかね、よくね怒られるんですけども、まあそういう中で、そういうちょっとこうね、うん、物事の捉え方をこう、そういうふうにまともに正面から見るだけじゃなくて、例えば後ろから見てみたり、こう斜めから見てみたりすることで、うん、違うね、あの答えをこう見出すというやり方っていうのは、すごくこれからのね、うん、会社経営にとっても大事なことだと思いますし、社員の人とそういう社長の、そう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 、あの信念っていうのはすごくやりやすいですよね、うんうんうん、こうね。で、あれ酒井君のところは、うん、やっぱりお客様からのクレームはどうですか。お客様からのクレームはですね、あの、まあ、うちはほらあの品物ね、こうお味噌を仕入れて、まあ、小売店さんに販売しているので、うんうん、うちでこう作ってるもんじゃないんですけど、やっぱりクレームとしてはうちへ上がってきますので、あの、おろさせていただいてるんで、うん、でそういった時にあのやはり包み隠さずね、うん、ちゃんとあの、うん、メーカーさんと一緒に、うん、その実際にクレームを上げられたお客様のところに出向いて、うん、やっぱそのちゃんと顔を合わせてお話をしないと、ね、私も気が済まないの で、うん、でまあなんか、まあ、ほとんど最近クレームっていうのも減りましたけど、昔と違って、うん、ね、もう今完全にあのこう密封された容器に入ってる商品ばかりになってしまったんで、うん、なかなかそのクレームっていうのは本当に昔ほどはないですけど、でもまあたまにあるんで、まあ、そういう機会があった時はもうちゃんとお客様に出向い、うん、実際に出向いてっていう話はさせていただきますけど、うんうん、だからそのね、うん、クレーム一つとっても、うん、その、まあ、確かに最近、まあ、クレーマー的なね、うん、まあ聞きますけどね、方も中にはいらっしゃるんですけど、はいはいはい、まあそれは置いときまして、はい、でやっぱりあのこっちがその誠心誠意、はい、あの本当にお詫びをして、うん、でもうできる限りのことをしますとね、うん、もうあれだけ怒っていらしたお客様が、うん、もう180度変わって、うん、これから絶対山野さんで買い続けるよ、うん、そういう風になるんですよ、それね、もうこれって世界共通のね、あの自分のファンを作る方法の一つなんですね、そうそうそう、いやそれで聞いたんですよ、クレームの話、まあこの番組の親元であります立教大学の山口先生もね、はい、よくこの話をね昔されてましたけどね、やはりそのクレームをクレームと思わず、いい機会と捉えるという、ね、そうですよね、それがすごいです、そういうものの見方するんです、そうそうそう、そういうものの見方ができるっていうことがね、すごく大事だなという、それをこううまくねするとより近い距離になって、うん、ものすごい熱狂的なファンになってくるというか、そうですよね、はい、ね、だからよくあの審判を増やせって言うんですよ、うん、要するにうちのファン、うん、ファンを増やすんじゃなくて審判を増やせと、うん、でよくあの審判とファンっていうのね、この言葉がありますけど、うん、あのあえて審判っていう言葉をうちは使ってるのは、はい、結局その審判になるまでっていうのは
やっぱり時間がかかるんですよね、うん、やっぱりその心配になっていただくまでってのは、うん、やっぱりその当たり前なこと、あるいはそういうもう日々の約束、要するに小さな約束ごとをもうコツ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 とね、うん、あの積み重ねて、はい、それでやっと審判っていうところに達すると、うん、でやっぱり皆さんご存知のようにファンっていう言葉は結構その特に日本人というのは熱しやすく冷めやすいです、ね、そうですね、特にそうですね、だからファンにはなるのは早いけど逆にファンとして今度離れていくのも早いと、はい、でも審判になってしまうとそう簡単には離れないです、うん、むしろお叱りもいただきますけど、はい、でもその代わりその愛情を持って叱っていただいたりしますよね、だからその審判を作っていくことが大事だということは常日頃やってます、うん、本当ですね、でも、まあ、ごめんなさい、ね、ちょっとこういう例を出していいのかどうか分かんないんですけど、うん、最近、ね、AKB、なんちゃらかんちゃらっていうね、いろいろありますけれどもあの辺もほら結局あのファンがいてね、はい、で誰々さんのファンですよっていう人がその誰々さん目当てにいっぱい CD を買ったりするわけじゃないですか、はい、ね、握手がしたいがためにところがあれ、なんていうんですか、あの山田社長、何でしたっけ、推しメンって言うんでしたっけ、はい、推しメン、はい、で、推しメン、あの、推してるメンバーって推しメンっていう、なるほど、で、その推しメンを変えるっていうのはやっぱりね、ちょいちょいあるらしいんですよ、話を聞いたら、あ、推してるメンバーを変える、そうそうそう、なんかどうもあるらしくて、推しメン替えっていうそうなんですけど、そうするとね、変わっちゃうんだよね、例えば、山田社長が、まゆゆが好きで、ね、でもやっぱり、サシコの方が好きだなってなって変わっちゃったらコロ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 変わるわけじゃないですか、はいはい、でそうなっちゃうとやっぱりね、あの審判ではないんですよね、うん、そう、うんうん、だからどうやって審判を作るのかっていうところを彼女たちも今一生懸命いろんな努力をしてるんじゃないかなっていうふうには変わらないっていう考えますよね、そう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 、うん、だから本当にその今言われたその審判っていう言葉はね、うん、すごく難しいけど、難しいけど一回作ってしまえばもう二度と離れないっていう、うんうんうん、ね、そういうのをやっぱりこう、ね、会社の理念として、ね、一つ置いてるっていうところも僕はすごく世の中のね、いいとこだと思うしね、たくさんいらっしゃるんですよね、その審判でしょうね、今もね、うん、あのこれからも恵子ちゃんも審判になんなきゃダメよ、そうですね、審判になれてそうですね、審判権、でも本当にあの世の中まあ、特に、まあ、大企業だろう、まあ、中小企業だろう関係なく、うん、はい、特に商売してるんでしたら、うん、審判が多ければ多いほど、そうですね、その会社は安泰ですよね、うん、はいはいはい、間違いなく、はい、だから審判を作る、はい、大事なんです、うん、いいね、審判を作るというね、今日のね、一番の一番のちょっとキーワードですかね、そうそう、はい、あとは失敗を失敗と思ってはいけないと、そう、失敗、ね、この2つをね、今日は ね、 そうですね、すごく山田さんからのヒントとしてね、私もいただけたと思うので、はい、本当に、うん、自分の、心の中にもぐっとこう、ちゃんとしまってですね、はい、明日からの私の方の社業の、糧にもさせていただければと思うんで、本当にありがとうございます、お互い頑張りましょう、最後にいいですか、はい、いつもお決まりの、恵子ちゃんいつものやつをお願いします、はい、山野社長にとって一番幸せな音っていうのは、何でしょうか、幸せな音、まあ前振りとしてですけど、当然こういうご商売をされてるんで、もう毎日いろんな音、はい、曲も聞くでしょうし、はい、音も聞くでしょうし、散々聞かれてるでしょうけど、あえてこの音を聞くと、ああ俺は幸せだなっていうふうに思う、はい、音というか曲というか、そういうのがあったら教えていただいて、まあ、例えば自然の鳥の音とかですね、あ声とかそういうのでも結構なんですけど、なるほど、ぜひ、まあ、楽器屋なもんですから、はい、もうこれはもういつも言ってるんですけど、一番綺麗な音色の楽器は何だ、はいはい、それは人の声だって言ってるんですね、同じ音色の楽器は2つとない、そういえばそうだね、でその自分の幸せの音っていうことですから、うん、やっぱりそれは自分の大切な人の声ですね、はい、例えば家族の声だとか、うん、友達の声だとか、うん、まあそんなことですかね、あなるほどね、なんかいいですね、素敵ですね、これはもう、うん、本当になんか人間味あふれる、人間味豊かな、ね、山野社長のね、本当に、はい、
いいところがこう今最後グッとこう出てきたような感じがしてね、初めてですね、いろいろとこう音楽日和の本でも幸せの音っていうのは書かせていただいてるんですけど、こういうふうにこう人の声っていうふうに言われるのがとてもとても、いいね、好きな人、自分の好きな人、大切な人の声、いいですね。多分これを信じてこられたからこそ今の社長があって、これからの発展ということになるんでしょうね、はい。失礼ですけど、お子さんは何人いらっしゃいますか？男の子2人。あ、男の子2人。上、一番上の中2と小学校の子で、2人とも野球をずっとやってました。おすごいね、中学校2年だとまあ、このまま行けばあと10年ぐらいすれば、ね、あの5代目候補として、入るのかどうかちょっとまだ私も分かりませんけど、まあ、そうですね、まあちょっと時間ありますね、まあ、ただね、もう100年以上、100年企業っていうともうね、あんまりこう日本の企業の中でもそんなにはもう残ってないと思うので、これからもね長いスパンでこう山の楽器をずっと続けていただいて、伝統とね、やはりその新しいアイデアをどんどん出していただいて、こう、音楽人口、そしてその楽器を奏でる人をたくさんいっぱい増やしていただければ、それでまあ日本中を幸せの音で包もうというね、そうですね、そういうプロジェクトをね立ち上げていただいて、はい、でも個人的には演歌、演歌にすごい力が入れますね。本当ですか？私演歌大好きなんですけど。演歌歌手じゃないですか、マサさん。本当ですね。そんな。いやな、ね、山の 社長に最初冒頭にお話を聞いた時に、いや俺ねどうしても酒井が歌った高校の時に俺の目の前で歌ってくれた歌がね忘れられないんだよっていう言ってくれた時にね、本当に嬉しかったですよね、なかなかねそういう風に言ってくれる人いないので。あ、そうなんだ、やってか、ね、覚えてる人も少ないかもしれないです。まあちょっ とね、それこそ30年以上前にね、大体演歌を歌ってたこと自体がこいつ変わってんなっていうふうに思われたんじゃないかなと思うんだけどね。いやいや、でも今大好きだって演歌も、ね、いやいや、ね、本当に結構銀座演歌祭りとかね、一生懸命やられてるので、そのうちもうちょっと有名になったら銀座演歌祭り、そうですね、私も出していただこうかなって、はい、それ行きましょう。若干思ってます。いいです。伴奏で恵子ちゃんにね、バージョンで、はい、やっていただいて、そんな形でまたねお会いできたらいいなと思いますんで、はい、本当に、ね、ちょっと短い時間でしたけど、あっという間でしたね。本当にいろいろね、山野さんの本当にいい人となりと、はい、人の人と柄というかそういうところが見えたので、はい、本当に良かったと思います。聞いてる人もね、いろんなこう気づきになった部分が、すごく、そうですかね、はい、情があふれるなんかお話で、ね、そうそう、真実味ある、あ、もちろんね、本当にそうですよね、はい、そうそうそう、そうそう、ね、やはりその山の楽器の辞書に失敗はないというところからですね、はい、皆さんもう一度自分の会社に戻られたら振り返っていただいて、ちょっと参考にしていただければなと思いますので、はい、よろしくお願いしたいと思います、はい、ね、本当に楽しい時間というのは本当にあっという間に来ちゃうんですけれども、はい、また今度ゆっくり、ね、銀座あたりでちょっと一杯やりませんか、ね、ぜひ銀座か大塚で。あ、ありがとうございます。私はどっちでも OK です。了解します。お任せします。はい、じゃあ銀座の時は山野社長にご馳走になって、大塚の時は僕がご馳走するって、それでいいですか？ぜひぜひぜひ。じゃあみんなで、はい、ありがとうございます。本当に今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。忙しいところすみませんでした。ありがとうございます。発明など知的創作活動の多くは実は中小企業によるものです。そんな中小企業の知的財産を企業と共に守りたい、日本経済の担い手、技術立国の立役者、ひたむきにメイドインジャパンを支える中小企業を私たちは心から応援します。パワーオブイマジネーション、方針国際特許事務所。スモールさんは1600名に上る中小企業経営者と10名の専門家たちが共に学ぶ知的サポートネットワークです。月2回ニュースが配信され、そして全国にゼミが組織され、毎月勉強会が行われています。入会ご希望の方はホームページからどうぞ。
いや山野社長ね、すごくいい話をたくさんしてもらってね、本当に良かったでしょうね。2ヶ月にわたってね、うん、出ていただいて、ね、本当にありがたいです。まあ今日のねお話をこう少し、まとめると、やはりそのキーワードがね2つ出てきたと思うんだけど、はい、シンパを作るっていうのと、はい、失敗を失敗と思わない、はいね、チャンス好機と捉えろよという、そういうお話が2つ、うん、まあ大きな話で出たと思うんだけれども、うん、このキーワードでなんかこうちょっと気になるというか、うん、思い当たること何か恵子ちゃんある？あ、私ですか、うん、あ、でも私実は音楽教室というかピアノ教えてるんですね、はいはいはい、うん、でやはりこういろんなグッズ、はい、音楽のそういうグッズを生徒にあげたりとか、はい、でよく山の楽器には行くんです。お得意さんだね。行かせていただいて、はい、まあ、他にもいろいろと最近はね、はい、ネットとかでも買えるんですが、うん、やっぱり見て、やっぱり行っちゃうのは、うん、そのまあ、ちょっと些細なことなんで、お月謝袋を買いたいんですけ ど、うん、やっぱ見ておしゃれなものを買いたいんで、うん、でもやっぱり子供向きのものしかだって置いてないところが可愛いね、こうプリントがついてたり、うん、そういうので、それを大人が合わせて使うみたいな感じなのが、うん、ちょっと恥ずかしかったりするね、大人の人だとね。それがもうちゃんとコーナーで大人の方用っていう風になって、なるほど、ちゃんと分かりやすくなってるっていうのがものすごく私には、これはもう本当にそのシンパを作るじゃない、うん、お客様のハートをすごく掴んでる会社だなっていうふうに思ったんですよ ね、うん、まあ、そういう発想がねこう、うん、会社の中からこうなんとなくこう出てくる、うん、発想自体が出てきてるっていう会社だっていうところがね、うん、すごい会社なんだろうなっていうふうに ね、 うね、思うよね。こういうふうにお客様がこう分かりやすいっていうのがね、うん、やっぱりそういうところの積み重ねがこう ね、 100年以上も続く会社になって、これからもね楽しみです。はい、はい、いやいや今日も本当に、恵子ちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした、ありがとうございます。ちょっと告知を、はい、どうぞ。いいですか、はい、またですね、うん、この前もさせていただいたんですが、稽古クラブのね、そうです、そうね、稽古クラブです、はい、10月8日、はい、水曜日、はい、19時半から、はい、今度はですねワインではなく日本酒とクラシックの夕べに、はい、いいですね。日本酒にはお味噌が合いますから。あ、マサさん、私ね、じゃあお味噌ちょっとこう差し入れながら参加させていただきますよ。ありがとうございます、ね、せっかくなんで楽しみにしてますので、皆さんぜひいらしてください、はい、で、開催する場所等はですね、ホームページの方にまた載させていただきますので、はい、そちらを皆さんご参照ください。それではマサとケイコの音楽日和、次回10月第2火曜日にまたお会いしましょう。お会いしましょう。それではさようなら。